8月10日日曜日に阿蘇市観光牧場クロスカントリーコースで第5回日の国阿蘇クロスカントリー大会が行われました。この大会は熊本陸上競技協会と阿蘇市が主催で行われ、約2000人が参加しました。まずは小学校女子の部1500メートル、出場者数60人がスタートです。優勝は芦屋ジョギングクラブ木原選手でした。次は小学校男子の部2000メートル、出場者数59人がスタートです。優勝は両風陸上クラブ堤選手でした。中学生女子の部2000メートル、出場者数102人がスタートです。優勝は帯山中学校伊島選手でした。中学生男子の部3000メートル、出走者数164人がスタートです。優勝は玉名中学校吉崎選手でした。小学生の部と中学生の部が終了したところで開会式です。主催者の熊本陸上競技協会の金本哲也会長は、このクロスカントリーは野山を駆け巡るという意味があります、楽しんで走ってくださいと選手を激励しました。阿蘇市佐藤市長は、ようこそ阿蘇へ、大自然の中草原を駆け巡るのは気持ちの良いものです、この阿蘇観光牧場で走ったことを夏休みの思い出にしてくださいと挨拶しました。2人が共通してお話になられたのは、北京オリンピック開催中ということもあり、今日の出場選手から将来のオリンピック選手が出ることを希望しますとお話になりました。高校生女子ショートコース3000メートル、出場者数168人がスタートです。優勝は広島井口高校田村選手でした。高校生女子ロングの部5000メートル、出走者数76人がスタートです。優勝は豊川中学校グラティス選手でした。高校生男子ショートの部3000メートル、出走者数57人がスタートです。優勝は九州学院高校高木選手でした。高校生男子ロングの部6000メートル、出走者数141人がスタートです。優勝は鎮西高校カルクア選手でした。一般男子です。1万メートルで出走者数79人がスタートです。優勝はトヨタ自動車九州の三谷選手でした。一般女子は5000メートルにエントリー1人、3000メートルに1人のエントリーでした。